はい、こんにちは。連立四元三次方程式ですか。で、まあ、これ対称式とは言わないんですかね。対称式じゃないですよ。一応入れ替えて同じにはならないんですけど、まあでも循環、順序よく並んでますよね。A、B、C、B、C、D、C、D、A、D、A、B っていうふうに順序よく並んでるんで、まあ、そんなそれぞれが違う値の答えを取るような、まあ、一目、全部ゼロが OK なのはもう一目明らかですよね。で、まあとりあえずなんかこれドンと足したくなるかなと。で、足すと A3 乗足す B3 乗足す C3 乗足す D3 乗。で、左辺に ABCD、右辺にも ABCD だから結局これイコールゼロですね。まあ、足す前から全部ゼロが自明な解なのはまあ明らか。自明な解が明らかじゃ言葉が当たってない。まあ、000は答えですと。で、まあ、この式見たら、まあ、多分、A と B の符号が反対で、C と D の符号が反対で、まあ、等しいとか、そんなような、まあ、別にどれとどれの組み合わせか分かんないですけど、符号反対、符号反対で、等しいとか、そんなような形の解しかないでしょうね、おそらく。で、今、全部足してみて、まあ、これ、それぞれ3乗足す3乗だからって因数分解しても、あんまり嬉しい話にはなりそうもないんで、なんか2つずつのペアで今度は引き算してみたいかなと。まあ、例えば1番と2番引き算すれば A3 乗引く B3 乗、これ因数分解できて嬉しいけど、次が B 引く C なんですね。で、 C 引く D だからこれあんまり嬉しくないですね。 C だけなんか 2C になっちゃって、で1番と2番引き算してもあんまり嬉しそうじゃないんですけども、じゃあ1番と3番引き算すると A3 乗引く C3 乗で、こっちも C 引く A が出てくるんで、これはなんかちょっとうまそうですね。A3 乗引く C3 乗、B 引く D 足す B 引く D が C 引く A で、まあこっち持ってくれば A 引く C でくくれて、まあなんか結構良さそうなんで、じゃあ A 引く C でくくります。A 引く C、A 2乗プラス AC プラス C 2乗。で、これ A 引く C が1個くるんで足す1ですよね。じゃあまあこれ移行していきましょうか。D 引く B と。となれば、2番と4番も似たような式になって、B3 乗引く D3 乗足す C 引く A が D 引く B と。これやっぱり B 引く D でくくれるんで、B 引く D でくくれて、B2 乗プラス BD プラス D2 乗プラス1が A 引く C と。これでなんかこの2つの式で、とりあえず A 引く C はこれですよとなってるんで、じゃあこの A 引く C のところにこれをボンとぶち込むと、で、しかも B 引く D が因数なんで、これこっち移行すれば B 引く D が出てくるんで、さらに因数分解できそうなんで、まずはこれをここに入れると、B 引く D 単にこれ入れるだけなんで、そのままこれを全部書くと B2 乗プラス BD プラス D2 乗足す1括弧で、さらにこの掛け算ですね。 A2 乗プラス AC プラス C2 乗プラス1で、がで、これを移行すると括弧 B 引く D が出てくるんで、で、B 引く D でくくっちゃうときに、これは、じゃあ、中括弧にして、ここに足す1が0と。で、その B 引く D かける、この長い式が0なんですけど、ここで ABCD が実数っていう条件が生きてきて、これ、まあ、ですから、掛け算して0だから、B 引く D が、0っていうのは一つの解なんですけど、こっちが0になるかっていうと、これがもう例によって、もう有名な平方完成にさらに1足してるんで、この中身っていうのは、B 足す2分の 1D の2乗足す4分の 3D の2乗にさらに1を足してるんで、絶対にマイナスにはならないですね。で、こっちがもう同じ、全く同じ形の式なんで。なんでこれ0よりでかい数、かける0よりでかい数、足す1なんで、こっち絶対に0にはならないですと。ということは、
こうですと。じゃあそうすると、B 引く D が0。そうすると B 引く D が0なんで、ここ。こっちか。こっちでもいいや。別にどっちでもいいや。こっち、こっちでもいいや。これ B 引く D が0なんで、A 引く C も0ですと。じゃあまあ最初の予想通り、まあ、B と D が等しくて、A と C が等しくて、で、じゃあ、まあこの式に、それぞれ、A イコール C ですよ、B イコール D ですよ、で、2文字だけになりますね。A3 乗足す B が A と。で、こっち側も B3 乗足す C は A。で、D は B と。そうすると、これは、またこれ足し算すると、A3 乗足す B3 乗。で、A 足す B イコール A 足す B なんで、これ両方消えてイコール0ですよね。ってことはこれ、A 足す B 因数分解して、A2 乗マイナス AB プラス B2 乗が0で、やっぱりこっち側は0にならないですね。A 引く2分の1B の2乗足す4分の 3B2 乗なんで。絶対0にならないんで、A 足す B が0ってことは、A はマイナス B。で、まあ、全く同じ話で、こっちやれば、てか、まあ、そうか、もうこれでいいのか。これでもう、結局、あ、で、A イコールマイナス B だから、さらに、与えられますね。A3 乗、B は、マイナス A だから、マイナス A イコール A なんで、A3 乗、マイナス 2A が0。ってことは、A カッコ、A2 乗引く2が0なんで A はプラスマイナスルート2と。ということで解は A がプラスマイナスルート2の時 B は符号が反対だからマイナスプラスルート2で A と C は等しいからプラスマイナスルート2で B と D が等しいからマイナスプラスルート2これで複合同順というまあこの3組の答えがになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているので、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。